今ドバイにいます。そして私はめっちゃ疲れてる顔してます。ドバイでは4時間待ちます。今夜中です。みんな出てます。でも日本では朝の4時なので3時に起きたのか。お腹が鳴ってる。日本では朝じゃない、午後の3時、午後の4時だ、午後の4時なので私は起きてしまいました。これが大変なんです。ブラジル来ると時間が狂います。うん。で今弟とリビングにいます。こんな時間なのに腹が減ってですね、ケーキを食ってしまいました。まあブラジルでは太るかもしれません。これより太ったらやばいけど、まあうん、まあ日本帰ったら戻します。ここではたくさん美味しいもの食べます。皆さん元気ですか？久しぶりです。そして私は眩しい。なんと今ブラジルにいるんです。眩しい。今あのおばさんのサンパウロのおばさんのところにいます。そして今ベランダです。多分見えないかな。あ、見えるわ。ほらこんな感じ。ここ16階なのでね、あのこういう網が引いてあります。で今は朝です。今日からブラジルのブログを撮っていきたいと思いますので、みんなついてきてくださいね。毎日は多分ポストしないけど、まあポストしたために見てください。